はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、業務スーパーに行ってきていいものを見つけたんですよ。それがこちら、焼きそばですね。焼きそば、しかもこれね、こう容量ね、最初から、映しますけども、内容量1キロですね。1キロの焼きそばです。コクと香りの自家製焼きそば仕様ということで、見てこれ、焼きそば1キロ入ってますから、濃厚なソースと太麺がベストマッチということで、国内製造、要冷蔵ですね。冷凍ではなくて冷蔵です。そして裏がこんな感じ、焼きそばということで、見てるとここもね、1キロ冷蔵品ということでございます。で、賞味期限が冷蔵なので、そんなに長くない、そんなに長くないですね、はい。でアレンジレシピ、普通の作り方って書いてないここに、ね、アレンジしか書いてないんだけど、焼きそばパンの作り方っていうので、要はレンジでチンするって感じかな、ふんわりラップをかけてレンジでチンする。だから通常の食べ方って書いてないんだよね、書いてないよね、アレンジレシピしか書いてない、一応こうね、コンセプトだけど、濃い味に仕上げたソースで、キャベツや人参など野菜が入ってますよと、はい、です、ね。アレンジレシピ書いてある。普通さ、普通の通常食べる時のレシピって書いてあるけど、書いてないんですよ。ということで、今日これをね、食べていきたいと思います。丸々ね、1キロ食べていきます。で、価格的に、いくらだったかな、300円ぐらい。税込み300円ぐらいでした。今日はね、この300円。300円で安いよ。普通に三色焼きそばとか買ったって、自分で作んなきゃいけないじゃないですか。まあ、焼きそば好きなんですよ。でも自分で作るやつも、ちょっといいやつ買うと180円とか、三色焼きそばの三色です。180円とかするんで、これもできてますから。チンして食べるだけみたいな。めちゃめちゃね、こう、あ、お腹空いたな、焼きそば食いたいなっていう時に買っておけば、パッと食べれると。もうそう、でも作られてますから。チンするだけ。チンするだけでいいよね。一応アレンジレシピみたいな感じで作ろうと思いますけど。はい、ということで早速簡単に調理していきたいと思います。調理というかね、温めていきたいと思います。はい、まずお皿を用意しまして、大きめのね、お皿を用意してまして、これを、入れるだけと。すごく簡単ですね。はい。で、このまま、だらーっと。これ動画でどう映ってるかわかんないですけども、見た目は、って、なんか、ちょっと、短い麺が多いかなっていう感じですかね。貧乏食なんでね、畳みながらこう、なんていうのかな、こう絞り出していく で、これね、ラップですね。ラップをふわりとかけてってどうなんだろう。ふわりとかけて、こんなもんか。これで OK? ということで、電子レンジに入れまして、とりあえず、レンジ600ワット、5分目かな。様子見ながら、ちょっとピントが、様子見ながらですけど、ちょっとこれで、温めていきたいと思います。ということで、温まりまして、これで今7分かな。7分でこう触って、ああ、温まったなっていうので、600ワットで7分かかりました。結構かかるね。これ、レンジの性能とかによるんであれだけど、ちょっと湯気出てるぐらい。熱々じゃないね、これでも。温まった状態で7分ですね。600ワット7分です。で、マヨネーズですね。マヨネーズ半分かけようか。とりあえず半分。半分。綺麗なかけ方じゃないな。で、やっぱり飾り付けとしてね、かつお節、見栄えが全然変わりますからね。かつお節をかけて、マヨネーズ半分っていうのは、半分は普通の味で味わいたいっていうね、感じです。そして青さですね、青のりならぬ青さです。おー、見た目はもうマジでうまそう。
ということでお部屋に行って食べてみたいと思います。はい、ということで完成しました。この業務スーパーの売ってるこの焼きそばですね。チンして温めるだけでこの1キロという、だいたい量的に多分見ると3食焼きそばよりおそらくちょっと多いぐらいかなって思います。うん、また野菜入ってると言っても、まあ、さっきね出す時に見てもらったら分かるんですけど、結構こまごまして入ってるぐらいなんで、ほぼ麺です。ほぼ麺しか入ってないです。それでは今日の飲み物、こちら、ペプシのゼロっていうのかな、メガ生ゼロですね。カロリーゼロ。ゼロコーラっていうの、ペプシコーラっていうのかな。はい、ということで、これを今日は飲んでいきたいと思います。やっぱこういう時はね、やっぱ飲み物がいるでしょう、これ。ああ、うまい。でもやっぱコーラの、普通のコカ・コーラのが美味しいな。好みでしょうけどね。というわけで、それでは早速いただきます。さて、業務スーパーのこの焼きそばの味とはいかに。まずこのちょっと分かりづらいけどマヨネーズね、あのなんていうの、今この半分からこっちがマヨネーズかかってる分、こっちがかかってない分なんですよ。マヨネーズかかってない分あのこれ伝わるかな、わかんないですけども、結構麺がちぎれ、焼きそばって長いじゃないですか、一本一本の麺が。でこう普通にこう軽くすくっただけでさ、長いからね、こうビョーンってこうなるじゃないですか。あのちょっともうこう、ね、この一つかみ目ですでにさ、もう なんていう麺がすげえ短いです。ではいただきます。二口目。あのですね、自分焼きそば好きで、普通の三色焼きそばとか時々実際作って食べてるわけですよ。焼きそばの麺もそれなりに食べてるんですよ。ちょいちょい食べてるんですけど、あのソースはめちゃくちゃ焼きそば、確かにあのパッケージに書いてあった濃いソースが合う、濃いソースは、いい感じというか焼きそばなんですけど、ただですね、麺がこう焼きそばのほどこうもちもちというか、まあ、焼きそばってちょっと縮れ麺ながらも、まあ、多少ないとも弾力があってって感じじゃないですか。これね、スパゲッティじゃないかな、これパスタ麺です。パスタ麺を焼きそばソースで和えましたみたいな、なんかそんな感じなんですよ。かつこう見てるのめちゃくちゃ麺が短い。どこもって今ね、ほらここまだ何も触ってない部分だけど、こうね、こう持ったら分かるけど、これほらめちゃくちゃ麺が短いです。かなり短い、長いので10センチぐらいみたいな感じですかね。なので麺は完全にこうパスタの麺で、しかも短いんでちょっと食べづらい。焼きそばってほんとこうちょっと使うんだけど、こうめっちゃ絡んでね、あれするじゃないですか。そんなのは全然ないです。食べても完全に、焼きそばの麺っていうよりはパスタの麺って感じ。ただ別にまずいわけじゃない。やっぱこう焼きそばとかこう何でそうだけど、まあ、麺自体もまあそれなりなね、あれかもしれないけど、一番やっぱりあのソースが決めてたんで、まあ、確かにあのパッケージに入ってるソースが効いてるから、食べてて普通に、あ、焼きそばの味だなっていう感じではあります、普通にね。焼きそばのソースは結構多めというか、本当に濃いソースなんで、あの普通に食べれば焼きそばなんだけど、麺はパスタ、完全なパスタですね。続いてこちらの半分ね、こっちがマヨネーズかかってる部分ね、マヨネーズかかってる部分を絡めて、はい、いただきます。
ソースがすごい濃いめなので、マヨネーズめちゃくちゃ合う。これね、ちょっとこうやってるから遊んでるわけじゃなくて、あのこ、あのね、こう、これ遊んでるわけじゃなくてさ、麺が短いからさ、こうなかなかこう箸でガツッと持てないのよ。まあそう言いながらもね、美味しいかまずいかで言うと、まあ普通に焼きそばの味で、まあ普通に美味しいですよ。だから麺がちょっと違うっていうだけで、味は完全に焼きそばなので、マジで普通に何の問題もないというか、普通にうまいです。麺が違うだけで、普通に美味しいです。あと、このパスタの麺ね、まあ、こんだけブチブチ切れてるのもあるけど、めちゃくちゃ柔麺。ラーメンで言うと、こう、バリカタとか、固めとか、普通とあるじゃないですか。柔め、超は柔めだったら、超柔めです。歯ごたえとか一切ない。かなり、こう、多分、パスタの麺で10分茹でてくださいっていうのを15分茹でてるみたいな。そんな感じです。だからすごく柔らかいです。全然まずいとかなくて、普通に、でも全然いきますね。多分これ全部食べれるんで、全部食べちゃいたいと思います。あと一口、二口となりました。はい、ということで、ごちそうさまでございました。めちゃくちゃお腹いっぱいです。はい、とりあえずコーラを。いやー、ちょっと食いすぎましたねっていうぐらい量がありました。普通の3食焼きそばの量、質量的なところで言うと4食分ぐらい野菜を入れない3食焼きそばの4袋ねぐらいあると思います。まあまあ結構ギリギリでしたね。もうちょっとあったら多分残してたと思います。で、まあ、肝心のね、味とか、まあ、全体的なところで言うと、まあ、コスパ的には全然ありじゃないかなと思います。300円でレンジでチンするだけで食べれるっていうところでは全然ありなんですけども、やっぱこう麺がすごい短くて切れるんですよ。だから箸でこう掴んでても、こうちょっとしたあれで全然掴めないとか、そういうのがあるのと、麺がやっぱり焼きそば麺じゃなくて完全にパスタ麺なので、でしかも柔らかいんですよ。めちゃくちゃ茹ですぎた柔らか麺みたいな感じなので、食感を楽しみたいとかいう人には多分向いてないなと思います。焼きそばのこう、なんていうのか、普通のカップ焼きそばとかでもいいんですけども、ああいうのとはもう全然違う。ただソースだけはちゃんと焼きそばソースで美味しいこれは美味しいです。だからまあどういう風に見るかですよね。300円でこれはありなのかなしなのかっていうと、個人的にはまあありかな、ありよ、ありかなって感じ。めちゃくちゃありなわけじゃないですけども、まあ、レンジでチンするだけで食べれるっていうので、もうお手軽感はあるんで、普通にまあありっちゃありっていう感じです。でこれすげえ人によるのもやっぱソースは濃くて美味しいんですよ。ソースは美味しい。マヨネーズはすげえ合う。ソースがすごい濃いから、マヨネーズの感じとめちゃくちゃ合うんでうまいんですけども、麺がねっていう麺がねっていうところ、結構ブチブチね切れてるから食べにくいのよ。正直一つかみでこうね、大体ね、こう麺ってこうやったらこうぐらいすくえるなって人間の感覚がある、んですけど、短くてあれだから全然こうつかめないっていうのかな。まあ、その点と本当食感が全然ないのでっていう感じです。だからまあ個人的に言うとまあギリありかなぐらいな。300円で、お手軽でチンして食べるっていう分であれば、まあ、ギリありかなっていうとこです。まあ、気になる方はね、一度、食べてみてください。結構量が食べれる人なら、この1キロでギリいける。自分でギリです。
ギリです。マジでギリです。1.2 とかだったら、多分残してたんじゃないかなっていうぐらい。まあまあ、本当に結構ギリだったんで、まあ、食べるなら半分ずつぐらい。普通多分そうだと思うんだけどね。半分でも 500g なら、3食焼きそば2食分ぐらいは全然あるんでね。だからレンジでチンして食べるとか、まあ、あれね、アレンジレシピに書いてあったけど、焼きそばパンとか。確かに、ああいうのね、向いてると思う。味が濃いんで、パンと多分すごい合うんじゃないかなと思います。まあ、気になる方は、ぜひ、業務スーパーに行って、この焼きそば食べてみてください。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあねー。